鈴鹿家の小道は、第二次世界大戦中の1942年に発売された、ハイダ・カツヒコの流行歌である。立教大学池袋キャンパス内にある、歌詞本曲は、佐伯隆夫の作詞、ハイダ・ユ彦ヒコが作曲して、結城ビコの弟である、ハイダ・カツヒコが歌唱して1942年9月に、ビクター・レコードから発売された。ハイダ・カツヒコの母校でもある。 立教大学のキャンパス内には歌詞の題材にもなった鈴鹿家の家が存在し、その名の通り両側に鈴鹿家の家が立ち並ぶ小道であり、その後この歌を記念して歌詞も設置された。もともとは同じメロディーでマロニエの家として作詞され、その歌詞はとても暗く感傷的な内容だったが、 当時の日本というのは軍部に支配された状態で、検閲が行われており、繊維を書き立てる、勇ましいものは許可され、干渉的な内容は発行、発売が禁止されていて、マロニエの刑も却下されてしまったので書き直さざるを得なくなり、それならば一層方向を全く変えて、学園か、若者たちが学校で歌う歌に変更してしまおう、ということになり、改めて全然異なる歌詞が書かれた。 学園歌に変えたので戦争のことを歌わずに済んでおり、戦時中にもかかわらず、歌詞内容に戦時色、軍隊色が感じられない数少ない曲である。調整は単調系、単音階であり、昭和前期の日本の曲はやたらと単調系の曲の割合が多く、暗い雰囲気のメロディーが多かったわけだが、当局もやはり暗い雰囲気のメロディーである。リズムはもともとは三拍子。 三拍子も昭和前期の曲に比較的多かった特徴的なリズムである。最初の発売から10年以上も後のことだが、鈴木昭治が音楽の潮流の変化に合わせて四拍子にアレンジし、ジャズアレンジも加えて1954年頃に鈴木昭治が率いるジャズバンドであるリズムエースの演奏で吹き込んでヒット。さらに1957年1月には、 ベニーグッド漫画区団の主席あると、サックス奏者、ピーナッツ発行がクラリネット奏者として、鈴木昌司とリズムエースに参加し、TBS ホールで録音、放送したことで、リクエストが殺到して、その TBS ホールでの録音テイク版が、繰り返しレコード化された。また、ピーナッツ発行も、プラタナスロード、プラタナスロードとして、米王順延で演奏、吹き込みを行って、 日本にも輸入されて、さらに有名になった。ありがとうございます。